日本人は降伏しないんですよ。すごい不気味に不気味に感じてくるわけですよね。これから心の都市を爆撃します。っていう告知の身だなんですね。しかし、何の効果もない。 誰も逃げないんですよ。日本のディズニーランドでミッキーが頭を外すことがないっていうのが日本の異常性の説明にもなってる。島国っていうのは変態なんだよ。お前らはまだロリコンが理解できるぐらい国が成熟してねえんだから。日本はね、ドイツより早く先に降伏するはずだったんですよ。アメリカから見た目でですね。だって自慢の連合艦隊がミッドウェイでですね、冷凍沖でですね、ほとんど失ってしまってですね。で、最初の戦争の初期の頃はですね、無敵だった。 はずのこの冷式環状戦闘機はです、ね、アメリカが毎月出てくる新製品みたいにです、ね、新型戦闘機出してきてです、ね、とっくに時代遅れになっているわけですよ。でもなぜかアメリカ人からしたらですよ。なんでと。え、ちょっと待ってとヒトラーだってあの世界で一番頭がおかしいと思ってたヒトラーでも降伏したじゃんと。それどころか自殺までしたじゃんと。で それに比べてお前らは絶対勝ち目ないのを分かってんでしょと。<laughs> 分かってないほど頭が悪いとは言わせないよ。だってこんなの作れるぐらいだからお前らも頭切れるだろう。なのになんで負けるっていうのが分かんないのっていうふうなことですね。もうすごい不気味に不気味に感じてくるわけですよね。で、日本は降伏しないとアジアの植民地を次々と失ってですね、石油などの資源を失って、どう考えても勝てるはずのない戦争に 降伏するどころかですね、神風アタック特攻というですね、なんかやけくそ地味た熱意でですね、戦ってくると。もう仕方なく、あの、アメリカ、呆れ果てというか困り果ててですね、こんなビラまでばらまきました。これはあの、戦争中にですね、よく巻かれたビラなんですけどもですね、表がですね、 B20 が飛んでてですね、下にですね、日本の都市の名前がずらりと書いてあります。これあの、これ、もうすぐこれから心ここの都市を爆撃しますっていう告知のビラなんですね。だから皆さん早く逃げてくださいっていうビラでですね、裏を、裏をやるとですね、こう縦書きで、縦書きでこっちからこっちに読むんですけど、読みにくいです。軍部がこの勝ち目のない戦争を長引かせるために使う兵器をアメリカ空軍は全部破壊しますというふうに宣言しています。勝ち目のない戦争を長引かせるための兵器 っていうふうにもう言ってるんですね。で、ご存知のように人道主義のアメリカは罪のない人たちを傷つけたくはありませんってもう言い,言いたい放題なんですけどもですねしかしこの身も蓋もないビラもですね何の効果もない誰も逃げないんですよ。 これらの都市からですね。当たり前なんですよねっていうのは、このビラをですね、憲兵たちが見張っててですね、このビラをばらまかれたところにいてですね、拾っただけで牢屋行き。で、もし隠してたらですね、隠したら懲役10年って言われたんですよ。戦争終わっちゃうよっていう。なんでこんなビラを拾っただけで牢屋行き、まあ、隠したら懲役10年って言われたのかというと、まあそこら辺のちょっとおかしさ、追い詰まられた時の向きになるおかしさっていうのがアメリカ人を恐怖させたんでしょうね。 というわけでですね、アメリカはですね、戦争には勝ってるんですけども、降伏してくれないんですよ。いわゆるプロレスごっこ、喧嘩ごっこしてるはずなのに、参ったって言わないから、もう殴る力を強くしていくぐらいしか思いつかないんですよね。<laughs> 日本に被害が出るのはアメリカ人としては、それはもうしょうがないことなんだけど、 自分どどころの兵隊にもどんどん被害が出ると。無敵のナチスと戦ったヨーロッパ戦線よりもです、ね、実は弱小の日本相手に戦っている太平洋戦争の方が人的被害が大きいことにだんだん気が付いてきたこの上これ日本に上陸しても日本を占領しなきゃいけないいわゆるドイツみたいにベルリンまで行って戦わなきゃいけないというふうなことになったら一体どんなに犠牲者が生まれるんだろうダウンフォール作戦というのは何かっていうとですね日本の本土侵略作戦。 こ,とですこれは広島長崎に次いで日本本土に何発も何発も原爆を落としてです、ね、サリンなどの化学兵器をです、ね、大量に無条件にばらまいた上でです、ね、東京に侵攻しようというのがダウンフォール作何で,でそんなことを考えなきゃいけなかったのかというと硫黄島とかです、ね、フィリピンの辺りで日本軍の抵抗が本当に厳しくてこれは日本人のです、ね、粘り強さとも言えるんですけども逆に言えば 欧米人人を、を特ににアメリカ人を徹底的に恐怖させたんですね。なのでどれくらいしないと戦争に勝てないのかでどれくらいすれば国際的な非難を浴びるのかということで日本軍は中国の戦線で化学兵器を使ったならば我々は化学兵器までは使っていいだろうということでサリンの巻くことが 一応決められたそうです。東京の上陸作戦ではですね、100万人を超える兵隊が参加してですね、27万人、その4分の1以上が死ぬであろうというですね計画が立てられました。で、ここまではですね、そのアメリカのですね軍部の計画なんですよ。ところがですね、日本はですねそれをすでに探知してたんですね。ダウンフォール作戦のことを察知してたので、日本は日本で計画を練ってました。どんな計画を練ってたのかというとですね、一応こう玉砕というプロジェクトです。 これ言葉として聞くんですけども、本当に計画としてあったんですね。それは何かというと、男子は15歳から60歳、女の子は17歳から40歳までの国民の全員ですね。その時の全員2600万人をですね、すでに陸海空軍にいるですね500万人と合体して3100万人の軍隊を作ろうとしたんですね。で、こいつらが一人残らず死ぬまで戦えば。 おそらく東京の軍の中心部だけは守れるだろうというのは、一億玉砕作戦です。アメリカのです、ね、将兵合計52万人の死傷者予想に対して、日本というのはです、ね、3100万人ぐらい死ぬ覚悟があれば戦えるだろうというので計画してたんですね。その時のトルーマン大統領の側近の政治家たちは、軍部の25万とか27万というです、ね、損害を全く信じてなかったそうなんですね。 おそらく、500万人ぐらいのアメリカ人の兵隊が死んだろう。500万人のアメリカ人を犠牲にして、1000万人以上の日本人を殺して、その後、和平だ、幸福だと言って何の意味があるのかということで、原子爆弾の使用というのが選択肢に上がってきた。と。ミッキーは頭を外すことはないっていうのは、実は。 日本のディズニーランドだけの問題であって海外のディズニーランドではそんなことがない逆に日本のディズニーランドでミッキーが頭を外すことがないっていうのが割と日本の異常性の説明にもなっている例えばですねこれであのディズニーの、まあ、都市伝説レベルの話なんだけどもフロリダのグーフィー水上スキー事件というのがあってですね これはあの15年ぐらい前のやつなんだけどもネットで探してももうほんにね <laughs> ないんだよディズニーシーではなくてディズニーの会場のですねイベントでグーフィーが水上スキーしてて落ちたとでその時にすぐに係員が行ってザーッとグーフィー上げてでグーフィーを当たり前だけど着ぐるみの、まあポンと取ってで人工呼吸して助かったという話ですね周りで結構写真撮ってる人がいたんだけども別にディズニー側それを止めなかったとでんでかというふうに聞かれたら 当たり前だけどディズニーの世界観は大事だしディズニーは大事なんだけども何よりも人間の命の方が大事に決まってるじゃないかと <laughs> そんな人間の命とディズニーの世界観ぐらいのことを墓にかけてどうするんだというふうなことでそういうふうな話があ,ったあ,る,あるわけですね。でところが2008年に東京ディズニーシーのです、ね、カウントダウンイベントで,です、ね、ミッキーがやっぱりあの水,上のあの水上のオートバイあるよねあそこから落ちたんだよ。 そしたらそのミッキーの中に入ってる人がもう本当にです絶対そんなことやっちゃいけないんだあれ服着て水の中落ちた時でもとにかく脱げるものは脱げて言われるぐらい服を着て水に落ちるっていうのは本当にねあの生命の危険なんだよところがそのミッキーの着ぐるみを着ていた役者さんは根性でディジンの世界観を守るために着ぐるみのまま泳いでであの岸まで行って助かったって話があるんだよねそれがねやっぱりね日本では美談として流れてるわけ。 やっぱあのディズニーの世界観を守るというのはすごいとさすがプロだというこれがプロだというふうに称えられるわけだところがこの映像を見たアメリカの方ではどこがプロだと大炎上 <laughs> それはミッキーの役者はプロかもわかんないけどもそんな命の危険をさらすことでもしそれで死んじゃったらそっちの方が大ダメージじゃないかとそんなことを許す運営側システム側は プロではないという話になって、まあ、つまり、その日本ではね。プロ根性がやっぱどうしても称えられてしまうんだよね。つまり、その自分っていうのをどこまで抑えて飯方向するのかっていうのがプロであるし、僕らも例えば高校生が。 無意味にもう坊主頭にして真夏の暑い時に一番暑い時に野球やってんのを見てさそこになんか美を見出してしまうっていうド M 根性があるわけじゃんかド M 根性っていうかでそれは別に日本だけの問題じゃなくてさインドの映画見たら大体インドの映画っていうのは大体がご主人様が理不尽で使用人がその理不尽に対してどれぐらいご主人様に忠誠を誓うのかっていうのをダンスで大盛り上がりであー お主人様は、あれ彼一人彼一人っていうのを歌ったりするっていうド M ソング歌うわけでさひょっとしたらまあなんかアジア人の共通点なのかもわかんないけども過剰なプロ意識みたいなものを求めてそれこそが正しいっていうのがあるアメリカの大手メディアが日本はロリコンの国でその根本には AKB48 があるとの記事を発表したそうですがこれについてどう思いますかって「バカ野郎俺たちのロリコンの歴史はそんな浅くねえぞ!」と。<laughs> 江戸時代の頃に1112歳の子供を嫁にもらったというこの病的な民族の <laughs> 大体ね大陸の近くにある島国っていうのは変態なんだよ。大陸が大変態大陸っていうのはサディズムとかマゾヒズムとかで大変態を生むんだ人格上昇を生むんだで半島文化っていうのはそれに対するコンプレックスが出てきちゃう。それに対して、 島国文化っていうのは大陸文化から適度な距離がある分趣味的な変態文化っていうのが発展すると言っちゃえば古代中国ではですね人間の手足を切り取るような大変態文化が出てきて韓国まで行くとそこまでの変態性はないんだけども大変態文化を間近に見ながらあらかなわないなみたいな文化になってきてっていうのと同じようにヨーロッパでもですねそのフランスとかですねドイツの辺に行くと大変態文化があってだね。で イギリスになると急に趣味的な変態文化になってきて切り裂きジャックみたいにですねカットした臓器をきれいに並べるとかで,ですねそういう猟奇的変態の方に行くんだよね。で日本も同じで変態文化っていうのは中国みたいな大変態に行かずにですね日常生活の中にスッと入ってきて江戸時代の浮世絵とか見たら10歳とか11歳の女の子の薄着塗っていってさもう本当に肌が透けて見えるような浅の着物があるんだけどさそういうシースルーのやつで女の子の裸が見えていてで、未発達でいいよねみたいな ババンンンン売ってて、それをガンガン買うっていうです、ね、い超ロリコン文化が花咲いたのですね。それをですね建国200年とか300年程度のアメリカみたいな国がうんぬんするという方がおかしいとお前らはまだロリコンが理解できるぐらい国が成熟してねえんだからあと100年ぐらいしてからうちのことに口出せっていうのがまあ俺のニコ生のみの感想ね。<laughs> とは言いながら、まあそう、アメリカのサイコパスよりましたとかそうなんだ。アメリカね大変態文化だからそこはかなわないんだよ。 だ日本人の変態というのはね日常の中にこじんまりと生きているんだけどもアメリカはねもうね40人50人連続殺人するとかさ死体を食うとかさ日本人がもう1,000年かけても行きつけない大変態のところにポンと行けるんだよなただ今言ったじゃあロリコン文化どうなのかっていうのは世界標準っていうのをやってる以上日本人もうち昔からやってるから文句言わないでねとは言えないっていう。 こののももう一方の計りも覚えてておいてね。俺が言ったのはある種ロリコン文化の肯定でもあるんだけどもう一方にはとは言ってもそれを外の世界で言っても通用するとは限らないよとどちらかというと通用しないもんだからよっぽどうまく立ち回らないとそこら辺成立させられないとその意味で宮崎駿よりは俺は村上隆とかの動きの方が 実は最終的にはオタクを救ってくれるんじゃないかなとちょっと思っているところがありますなぜ日本の民度は低いのですかベッキーやスマップに日本が日本中踊らされてる様を見ると虚しくなりますですね。ていうふうなことと何をもって民度としてるのかどこと比べてるのかまあ、そうですよね。 どうと比べているかといえば、それアメリカの民度ドどうよって話になりますよね。ロシアの民度ドどうよってことになりますし、中国の民度ドどうよってなりますよね。これ三つ足すと世界人口のかなりのパーセンテージになると思うんですけど、民度ドと言い出すと高い国どこよって話になってきてですね。例えばロシアはプーチンの支持率がですね、なんか100%を超えたとこの間ですね。中村逸郎先生が言い出して。 プーチンの支持率100%超えたってどういう意味って聞いたらまずプーチンを支持してる人が9割います。次に、割のプーチンを支持してないな人が、 じゃあ誰,誰を支持するんだって言ったらプーチンはだめだと思うけど今はプーチンしかいないと渋々答えるとここまでで100%だとで次に <laughs> プーチンの支持者の中でもプーチンに反感を持ってる人がいてみたいなのが中村先生がどんどん言い出して話が怪しげになっていて <laughs> ということでプーチンの支持率は今ロシアで120%なんですっていう、まあ、かなり面白い人なんですけど中村先生っていうのはで、まあ、ロシアではです、ね、さあプーチンの支持率が、まあ、120%なんですけどじゃあこの のロシアの民度は高いのかって言うと疑問は疑問なんですよね？で、アメリカの民度っていうのも自由社会でもあるしですね、えー、アメリカンアイドルとかですああいうまあ本当に smap の事件みたいなことで、国民が一喜一憂したりで接、ね、してる様を見てると決して高いとは言えないとなんか理想的国家みたいなものと比べてるんじゃねえかなと思うんですよね。本当はこうあって欲しい。日本人と比べて欲しい。比べてしまうと、それは民度が低いという一般的なお説教を。今。 こうやってみました。で次にじゃあどこに高い国があるんだよというようなツッコミを今やってみたんですけども僕はスマップとかベッキーっていうのはですね信長とかですね秀吉なんじゃないのかなと思うんですよね。で何かっていうとですね僕ら日本人っていうのはですね直接的な議論っていうのをあんま好まないんですよね。あのよく西洋人人が言う日本人には 立場がないし、あと議論もない。原理原則もないし。だからあの議論が生まれないというふうに言うんですけども、そんなことはないと思うんですよ。僕ら日本人っていうのはですね。何かに引っ掛けて語るんですよね。だから smap とかベッキを語ってる場合もですね。もちろん芸能界の野次馬的な意味で。 観点で、ベッキーとかスマップを語ってる人が大部分だと思うんですけどもところがその中で僕らの心の中にあるのはですねかでベッキー叩かれて「ゲスの極み乙女」のボーカル叩かれないんだみたいなものが常に語られると。つまりベッキーとかスマップっていうのの話をベースにして自分たちが普段引っかかってる社会問題っていうのを語ってるっていうのが騒動なんではないか。 その普段語っている部分っていうのがマスメディアの方で捉えられずにマスメディアとかスポーツ新聞とかの方はその見出し部分の極端なマスコミ的な言説っていうんですかつまりジャニーズ事務所の圧力とかですねもしくはベッキーは味方してくれる芸能人がいなかったからだとかですねそっちの方ばっかり報道されるんですけど僕らの心の中を実際に去来していたり実際に僕たちが LINE とか Twitter で自分の考えを言ってるのはそれによって 今のの日本の社会にどういう閉塞感を感じているのかとか、とどういう問題点を見ているのかっていうメタ的な社会論というのを語っているそういう社会論の語り方を僕らしてるから一見見議論がないように見えるんですよねで。これは昔から祭りっていうふうなもので全てを決定したりですね全てのなんかストレス解放をしたりしてるっていうです、ね、日本人の在り方と結構似通っているんで,です、ね。あまりそれによって民度が低いとは僕は 思わないです。質問とかですね、意見とかですね、これ違うよっていうのもどんどん書いてください。あの、の岡田敏夫ゼミというのは基本的に、ゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね。ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分で質問を書いたり、あと質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。よろしくお願いします。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。